被害者ってひどいことされる人なんですが、この場合の被害者は何にもしてないのにひどいことされる人っていう感じでちょっと聞いとってほしいのね。何にも私が何か悪いことして怒られるならまだ納得はいくけれども、何にも悪いことしてないし、何ならいいことしたのに怒られる。つまりレフジンみたいな。レフジンみたいな。さて、このつまり理不尽に対して話をしていこうということなのよね。で、まあ少なからずこんだけ人がいたら、その結構な確率で私は悪くないし、ちゃんとしてたし、なんならいいことしてたのに怒られた、嫌われた、なんかひどいこと言われたっていう経験は少なからずあると思うわけよ。で、やっぱそんなんなると悲しいやん。悲しいし悔しいし嫌な気分になるやん。ところがこの理不尽なことっていうのは一体何なのかという話をしていく中で、この理不尽というものがこれに一番近いんだという話をするわけさ。うすうす感づいてはおると思うんだけれど、この理不尽というのが実においしいわけさ。めっちゃおいしいという話を今日から、いや今日からというか今からするけどいい？で、この話に納得してしまうと何が起きるのかというと、もう被害者ではいれなくなるということなんだ。その被害者の術というのがもう使えなくなる。忍法だから分からないようにこっそりやるのよね。この話を今からするからね。まずは自分に問いかけてほしいのが、私は理不尽な目に遭うことが多いかどうかっていうことです。私は理不尽な目に遭うことが多くて悲しんだり怒ったりしてませんかということなのよ。なぜかよく怒られる、なぜか理不尽な目に遭う、なぜか嫌われる、なぜかなんでかなという理不尽なことが多い人は手を挙げてとは言いませんが、ちょっとね、自分との今対話で、自分は理不尽なことが多くないか、こんなにいいことしてるはずなのになんかひどいことされるな、冷たくされるな、おかしいな、ちゃんとしてんのにということがまず一つ、今一つね。で、もう一つが、なぜか私は被害者から責められるな、なんでそんなひどいことすんのってよく言われるな、誤解されて攻撃されたり、何にも言ってないのになんか嫌われたり怒られたりするな、この2つです。つまり理不尽、もう一回いくね。一つ目がよく理不尽な目に遭うかどうか、そしてもう一つがよく理不尽に訴えられるかどうかっていうことだよね。だからよく加害者にされてしまうかどうか、加害者にされて責められることが多くないかどうかをまずはちょっと頭の中で思い出してみてください。さっき言ったこの理不尽イコールここにつながってるという話をさっきしましたけれど、理不尽なことを言われたりされたりして自分が理不尽なことをされると被害者になります。理不尽なことをされてるわけだからね、被害者になる。そしたら、ね、被害者になるとここに行けるという話なわけさ。さあ、どういうことか。人から被害されると、被害ひどいことをされると
5つの権利が手に入る。謝らせる権。2、責める権。3、気持ちを言う権。なんか博多弁みたいになってきた。気持ち言う権。好き勝手権。最後5個目まだあんねんで。メリット、こんなメリットあんのやめられへんやんか。コントロール権。コントロール権っていうのは、許してあげるから言うこと聞きなさい。またやったな、またやったな、そこな。許してあげるから言うこと聞きなさい。言うこと聞くなら許してあげる。この思いがあなたに届けばいいな。この言葉があなたに届きますように。この思いがあなたに届けばいいな。この気持ちをあなたと分かち合いたくて。あなたの幸せが私の幸せだから、あなたの微笑みが私の生きがいだから、どんな苦労もどんな努力もすべて報われる。あなたの苦しみが私の苦しみだから、あなたの悲しみが私の笑顔を奪うの。あなたが辛そうで、あなたの涙が嫌いで、本当は魅力ないんです、本当は人気ないんです、本当は嫌われてるんです、本当はできないやつです。一年に一日しかないこの好きなことしたのかな。これまでできなかったとしてもこれから毎日やればいい。ハハ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 ハ。死んでもいいかと思えるぐらいの生き方ができるといいよね。なんかもし今この言葉を聞いてやり残してることまだあるなと思ったら、この帰り道からぜひ
いつ死んでもいいと思えるぐらい後悔のないための第一歩をぜひ踏み出してください。最近このお誕生日おめでとうの歌を歌った後に即興で二度と歌えない歌をね、毎回その場だけの歌を その場で作ってみたりしてるんですけど、その場で作るもんだからこの自分でメロディーがどこ行くかまだ分からへんのよね自分でこう弾きながら歌いながらこないなるわ。忘れてないよ君たちのことは。時々忘れてるよ。元気かい高橋幸男、元気かい？よしよし、はいはい、なあちゃん何をしてた君は。美子で今な、なんか食べてたな。はい、じゃあまた後でね。